映画祭に自主制作作品を応募したくて、そこでコマ撮りもできて自分の思い入れのあるものを選ぼうってなった時にプリントごっこが出てきたんですよ。印刷すり損じとかやっぱあるんで、まあちょっとそういうのも考えると、まずお金高い、トライアンドエラーしにくい、時間めちゃくちゃかかる。でも理想科学さんだったらなんかあるだろうなと思って、なんかプリントごっこの最新版みたいなで見てて、そこで理想に気づいたっていう。印刷っていうのがその思ってた時間っていうその障害もクリアできるし、あと印刷コストもともと安いじゃないですか、それもクリアできる。あ、これじゃんと思って。よく映像の演出で温かみを出すとか、そういうのでテクスチャーって入れたりするんですけど、なんかそれ当たり前のように仕事でやってるけど嘘じゃんって思うとめちゃくちゃあるんですよ。紙に出してそれスキャンしたらもうそれって本物じゃんっていうのは、やっぱりやってみると正解で、紙の繊維をめちゃくちゃ拡大してみるから、こういうヒゲが入ってんだこの紙には、やっぱ染み込み具合もこれ違うんだっていう、素材に気づけたのが魅力ですかね。学校の人もリソってやっぱ使ってるけど、こんな使い方あるのっていうのはすごい言われたので、自分の身近にあるものでこういう表現ができるんだっていうのはすごい感動したので、どうしてもリソでやりたいというのは最初から考えてたんで、リソとどう折り合いつけるのかって考えた時に、コンセプトは情報の村かなと思って、コロナワクチン打ちましょうって言ったら、ワクチン打った方がいいでしょうけど陰謀論とか生まれるじゃないですか。正しい情報を言ってもずれるんですよ、まあ、ねじ曲がった真実みたいな。ただそれって解釈の拡大にもなるから僕はポジティブだと思ってて、だからこのリソグラフで刷ったものを見てもらってもそうなんですけど、これってずれてるけど綺麗だよね、どう思いますかみたいな、なんかその情報のムラとか解釈のポジティブな部分を可視化してる、そういうアプローチを報道ステーションでやってみてはどうですかって言ってめちゃくちゃ刺さったらしくて、先人の人がもうすでにやり尽くした表現の土台に乗って僕は作ってるんだって意識がすごいあるんですね。その中で僕がやれることってなんだろうって言ったら、映像と理想を掛け合わせたみたいな組み合わせなので、組み合わせるためには引き出しを増やさなきゃいけないので、キュレーションをするためにコミュニケーションを取ったりとか、あとはそのコロナが落ち着いたらヨーロッパの方にある理想スタジオとか行って、まあ、ちょっと勉強したいですね。